落石。あ、久しぶりのムービー。懐かしい。のそのそってくるんだっけこいつ。そもそもここの洞窟って何って話だよね。急に出てきたよね、この洞窟。金塊が取れる洞窟。この時点でもう結構色が違う気がする。変わってる。トカゲみたいな動きするくせに硬そうだよね。硬そう。ニョロニョロするニョロ。なんかマムタン好きすぎて私フィギュア買っちゃった。え、どっち？こっち？それともあのデフォルメされた可愛いやつ？あ、こっち。こっち？こっちのやつ。モンハンあるじゃん。デフォルメされた可愛いやつ。あれはね、買わなかった。石ころ取っといた方がいいのかな？うん。あれ。スキはやってもいいんじゃん。どうやって登るんだ？丸か。L2 をしながら丸か。どこだ？あれ？真ん中っていうの？大砲でバンバン狙うっすよってる。この大砲を使うの私最初これしか使わない。こっちじゃね。これ以外はもう使わない。まずは大砲を打ち込んでいく。大砲って何発入るんだっけ？十発？五。五？五。五でいっぱい。心配。あれ？ワープした。ワープした。ワープ？え、これバグ入るんじゃん。バグ入るんじゃん。移動早っ。ワープした、ワープ。ここ行くね。早っ、移動早っ。え、初めてなんだけど、このパターン。どこ行くね。え、どこ行った？あそこか。580って結構いいダメージ出た。ああ、うわあって。武器出し攻撃したらなんか爆弾攻撃あった。落とせ。おお、2600、500。胸がいい。はい、どうぞ。もうそっち行けないんだけど。はい。そう、消防。ナイス。普通の爆弾でいいんだよね。普通の爆弾でオッケー。ああ、爆発せー。ナイスー。あ、赤くなった。もう一段階今 OK？ OK。 爆弾は節約？ V 破壊を、うん、V 破壊を、攻撃して V 破壊を、破壊を持ってくれよ。おそ、死にそうじゃねえか。食事、マンドラゴラ。あれ？雷の玉でいいんだっけ？そう、雷。もうそこも忘れちゃった。あんなに好きだったのに。あんなに好きだったのに。移動。え、これどこ行くの？こいつ。右上そういう。右上ってどこだよ。まあいいや、ついていこう。なんていうんですかね。あ、ミニマップで言う右上みたいな。そうですね。あれ？足跡が出てる。痕跡を集めた方がいいんだっけ？宝石集めた方がいい、うん、落とし物も出てる。え、歴戦を初めてだけど、なんか特別なアイテム増えてんの？歴戦王は装備が一新されてます。マジっすか。そっと、キングカブトガニじゃ。早い。マジか。早っ。外してる。あれ、これどうやって置くの？あ、1万って文字見えたよ。ああ、移動だ。準備はいいか？はい。早いな。で、次のエリアで。チャチャが。決勝チャチャが。やばい、なんかすごいいろいろ忘れてる。俺知らない。そもそも知らない。なるほど。あ、光ってる。ガジャの落とし物投げない。最初ワープしたからなんか痕跡がなんかよくないです。なんか変なとこあるな、痕跡が。あ、壊した。あ、レリア2に行ったか。なんかすんだっけな、忘れちゃった。
エリアツってどこにあんの？よし。私がいると。私が来た。あ、方向避けが。バタケ乗ったかな。でしょ。向かおう。こっちか。落とし物が。お、赤くなってる。うん。マムタン顔真っ赤。顔真っ赤。足跡発見。でも一回で行っちゃダメなんだよね、そもそも。そう、このエリアはあのできるだけ V 破壊をしまくる。クーラーはいらないのか。クーラーはまだいらない。あ、まずい。やばい。あー、転がってる。あ、まだまだまだ。よし、調査項目を達成しました。尻尾右側の黄金を破壊。すげえ、なんか爆破ゲロみたいなの入ってる。あー、ゲロは。あー、下にゲロを吐いた。あっちゃ、あっちゃ、こんな行動あったんだ。これが2連続。なんか頭取った方がいいんだっけ。頭ガンゴで受ける。よし、ウェアカイのために下に。あ、死んだ。あとは任せた。あ、任せた。残った人が強くなる。残った人が全回復する。今頭取ってあの脇毛を返した方がいい。脇毛。でげ。ね、いったわ。ただ楽せぎな頭に当てないよ。一回しか。あれ、貸したりそうですよ、それ言ってる。これ逃がしたら、ちょっと。あ、いったな。逃がすとまずいんだ。二回で終わり。止まんないかもね。爆弾。爆弾使いますよ。行きたいのです、私。ここら辺。潜っちゃった。終わった。逃げられちゃった。あ、はい。俺ごと飛ばすんだ。自分で転身した。自分の爆弾爆発させて。あ、取れた取れた。今だ。腕だ。腕だ。目だ。鼻だ。耳だ。腕がいい。壊れない。こっち壊れてる。あ、壊れた。OK。反対側。こぼった。お、もう移動しようとしてる。お、このまま出る。どうしよう。あとは見守る。どうしよう。いっぱいしても落とし物、落とし物。痕跡を探せ、痕跡を探すのじゃ。めちゃくちゃ落ちてる。アイテム拾うのいっぱいいっぱいだよ。うん、まあいっか。あのエリア1に帰って痕跡をこう集めて見守るって。お見送りするわけだね。お見送りする。ふう、お、角出た角出た。いるいる。はっ、さっきはありがとうよ。弾けがあるとね、一発で。あー、もう一匹いる。ナイス。投げない、フジヤ。こいつら怖い。
あいつら投げないでいつも狙ってる。これであと痕跡を死ぬほど拾って、お立ち去りそうです。いいよ帰ってっていいの。え、発見したマム太郎とか立ち去りそうです。むしろ早く立ち去れでいいの。うん、体が長いんで。ゴールドカラッパ、あここにだけ出る環境生物か、ああカラッパの荷物、あこいつか、そういうことか。スリンガーを捕まえ、スリンガー、ダメだもうゴールドカラッパいなくなっちゃった。もうなんか土の子も出る。ガジャガジャガジャイモじゃないよ、ジャガ、あれ逆か。もうここの痕跡集めお前かカットしてもいいかも。カッパーカラッパ、いやこんないらんでしょう。早送りかカッもうカッパーカラッと使いまくってるから。カッパーカラッカッパーカラッパパラッパラッパーみたいな名前。お前の頭はパラッパラッパーだな。あれ間違えた、弾けた弾けた。あれもう一周回ったかもしれない。うん、これ全部拾い集めたらテントに戻っておしゃべりして。相棒、相棒いるかもよ、相棒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 。ああ違うか、なんか地面が爆発しそうになってるけど、これなんだ、これ地面が燃えている。カラッパラッパ、そんなカラッパラッパ、見つかったガジャに見つかってしまった。うわぁ、すごい、パラッパラッパ、天身を装備してガチャと戦うべきか。ガジャブ、あーやべ、飛び降りちゃった。結構1回で最後まで行ってみた動画あったけど、報酬は美味しくないみたいなエンドだったね。お、あ、入ったよ。マム太郎とかマグロに見えた今。マグロは助かりました、ね。マグロ。ブランブランしてる。ターザン状態。うん、12分。1234なんだけどタイム。惜しかったな。1234、5、6が欲しかったな最後。調査ポイント502じゃ追い詰めやすくなった。達成度が6まで。レベルもういいか、ムービーは。ついに出たか。ついに出た。結局一致は2回目以降もやらなきゃいけないんだっけ。一致をやるか。あのステージ一致は。ステージ1、そう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 。でも あんなちっちゃい爆弾で、あんなちっちゃい爆弾で壊れんのこれ。どんだけ脆いの。岩破壊しに。こっちを。あー来た。いた？早い。落石ナイス。一個ミスっちゃった。俺よく分かってないから。マムさんやっていただいて、うん、捕獲用ネットよし、なキングカブドガニ、ま、踏み潰される。いたいたいた、そこか、行くぜ。
もうこの先拾わなくていいからね。いいんだ、関係ないんだ。なんかにバレた。これ壊す意味あんの？出てくるんです。ラムタロトの歩くルートが変わるから壊す。もうあとは爆破していきゃいいんだね。なかなかなんない。あ、大きくない。そうだった。火薬術つけてなかった。大きいのもあるよ。あ、赤くなった。怒った？怒った？もう爆弾 OK だ。あ、ちょっと待って、引っ掛かった。すげー落ちてるよ。いやー、うまい。おーおー、ナイス。ナイス。でーげー。もう俺落とし物を拾うのにいっぱいなんだ。腕毛がどっちか壊れてなかったよね。ほら。どっちだったの？なんか今大ダウンしてる。右だったと思った。右だね。ああ。右終わったらもう全破壊完了。だったかな。尻尾の先どっちかまでだったかな。いや、全部終わっ見た。痛い。よっしゃ。終わった。エステが完了してないんでしょ、まだこいつの。まだ完了してない。おえおえ。キノコじゃ。フルチャージ。ドーピング開始。よーし。あー、回避失敗した。回避。あー、回避、そういうのもあるのか。ダブルと V が回復しちゃう。回避、そういうのもあるのか。ナイス。慣れてるな。うん、それはまずい。あれ、よく生きてるな。ドコンジョ、ドコンジョ。強っ。あ、壊れた。ナイスで。こいつは別に失敗してもいいんだっけ？あ、死ぬとあれだ。報酬ちょっと減るか。3億したら減ります。上行けない、行けない。マムタンが帰っちゃうのは別に大丈夫。え、ちょっとこれ、え、そこ当たり判定。マンドラゴラを食べる。やめろ、ガジャが俺を狙ってくる。残り1ポイントわずかな。俺を狙うんじゃない。そうかな、これパー、これパーでしたら戻るかな。まだ左の脇壊れてないけど、ピカピカのこれ。あの、潜るとね、壊した部位が再生するから。どういう生物なんだろうね。なんかもう 何回も部位破壊ができる。いやー、みんな近場でずっと攻撃してていいね。お、ぬるっとぬるっとしたで、脱皮したかのようだ。あ、当たるかな。わー、ナイス。 R1 ってない。すげー落とし物出てる。この金の塊は何？売れる？素材？素材。品格。これ本当ぬるんって地面に入っていくな。
ガーでも投げといて見ろ、ダメージ4、4あ、失敗したお、移動移動痛い痛い、よっしゃまあ、しょうがいや血の果てまで追え、私はこのまま行く、私も脱いだら戻ります、うん、脱いだら私も戻る、あ、やべえ俺クーラー持ってきてねえや、クーラーどっか入ってなかったっけ、入ってる、燃えてる、地面が燃えてる、あるわ、クーラードリンク、いただきます、変身、青きのこフルチャージ、あぶな、入ってる、あ、たぶんあれ、ほら、壊れた、たぶんない、うわ、すごいぬるっと、脱皮した脱皮した、あ、これが歴戦王の、いや、まだまだ、うん、あ、エリア4突入、待って、はいはい、じゃあその辺適当に集めとくわ、何、近距離装備に変えてくるってこと、エリア4用の、なんだろう、これは近接に変えるね、私もそう、チャークで最初から最後までハンマーですフンゴロガシがいっぱいいる、3に戻って、じゃあ2に戻っていろいろ集めとくわ、あれ装備間違ってない、これ俺、まあいいや歴戦王ですよ、相手はなんか装備が違うの、いつも使ってるやつ、あ、変身着なければよかった、3早すぎた、脱いじゃった、行けます、ちょっと待ってよ、シアさんがなんかそうそう落とし物拾ってたから、落とし物拾ってエネルギー多分、俺天身持ってきてねえ、まあ、いいや、なんだとはい、じゃあ最後にドーピングしてからいきます、パクパク、はい、あ、そう、尻尾壊さないと、オッケー、尻尾ね、尻尾準備オッケー、はい、眠りって僕がつけます、あ、ありがとうございます、あ、だだ、あ、じゃじゃじゃす、ラキスタ、リグベッド、で、角狙えばいいの、尻尾、尻尾、尻尾、はいよ、どこだろう、このトゲトゲの尻尾、そう、それを V 破壊しないといけない、メタメタです、角でいいの、今は島は尻尾に爆弾置いた方がいい、オッケー、俺爆弾足りないっす、もう使っちゃったんでコタロ爆弾ならあるけどコタロくやった、じゃあみんな角いった、爆破させるよ、うん、いくよ、はい、おお、壊れた壊れた、あ、ごめん爆弾、爆弾壊してた、あ、おか、大粒かで、アラブル、あ、これがね、G級の証、アラブル状態っていうのが、アラブル坂の方ってやつ、普通のマムタにはなかった新しい状態で、あとは角を狙えば、あとは角ね、おお、アラブルマムタム、耐震いりそうなのにいらないんだ、拾っとかないと最後の1分じゃ拾いきれないのかな、おお、そんな食らわん、
この辺だ。なんか上から降ってきたのに食らった。溶岩だね。真の敵です。お、行けるんだね。これで確か登れるんじゃなかった。あそこ乗ったらもう終わる。乗ったもう終わりです。うわ、上から溶岩がなんでこんなピンポイントで溶岩のダメージもアップしてるからね、このG9? 歴戦王だと歴戦王アップしてないのか、はい、あ、いけるかな。準備 OK。 いやー、爆発する。ホームラン。ほら、例えばスタンプ連打ってあったな。やったぜ。終わった。これ帰るんだよね。で、確か初期から調査を貫通っていうのがあの報酬に今画面右に出てるけど。500。そう。あ、500の下か。あれが1回目やって2回目でこれやんないともらえないんだよね。ああ、なるほど。だから1回目でこのサルムービーってカットできたっけ？できないか。うん、できないよ。あれなんかなんかでできなかったっけ、メニュー画面を。肉焼きかなんかで。あ、肉焼きか。強制的に。そこまでや。ああ、肉焼いてるのそういうことか。なんであいつら肉焼いてんだろうと思ってたの。おつのおつの。金巻き角。レアは？レアはレアなんだろう、弾？消化じゃないですか。消化された武器か。消化された武器。ああ、結合された武器。まあ結局出るか運なんだけどね。ガチャですか、いつもの。あ、花火。ガチャですか。お別れです。落とし物。クエストクリア。クエストクリア。お、なんかすげえかっこいいエンド。あ、弾だ。金ウロコ、金から尻尾のから古竜、金巻き角。あ、よくわからん。カルタマ。特にレアっぽいのはなかったね。地学玉と対絶、気絶耐性。うん、さあこれでガチャ今からだね。分かったけど。お、マム太郎と特別調査完了。さあ報酬くれ、報酬。黄金のってついてるやつがあったりかな。マム太郎と押して報酬の受け取りか。何もない。カーン。隠れ。灼熱を帯びた。笛が1個だけだな。全部受け取れいいんじゃない、とりあえず。黄金のってついてんのあれば当たりで。黄金のなんとかってついてる。鑑定ボックス。金色、金色、ガイラ、金色。金剛のとりあえずレア7だったら OK なの。レア8か。8かで、武器の名前に何か黄金のって出てたら、これ黄金の金剛じゃね。まあどっちでもいいけど、とりあえず、うん、528、会心率 15% の麻痺270の刀。スロットなし。まあとりあえず言えることはハンマーゼロだわ。いやハンマーいらないよ。ハンマー今のでいいよね。まあ当たりないっすよね。
それかまあブロスハンマーが強いからね。強いからね。確かに。とりあえずね、黄金の太刀の麻痺と風。あ、麻痺いいね。麻痺、麻痺270、会心15、超える528で白ゲージあり、スロットなし。で、多分スキルついてるでしょ、武器に。あ、ほんとなんか強い。会心劇ついてる。初めから。めっちゃ強い。ハンマーの当たりってなんだろう。一応ブロス系のやつあったっけ。なんか、そんなになんか無印の武器と、変わんなかったはずですよ。そう、なんかちょっと防御力ついたような感じじゃあ気にしなくていいんだね